まあちょっと気を取り直して、僕もちょっと気を取り直してやっていこうと思うんですけど、はい、とにかく先週末のですね、10万人フォロワー記念、あれはイベント、パーティー、なんて呼んだらいいですかね。そうですね、感謝祭ですね。感謝祭ですね。ああ、なるほど、感謝祭ですね。はい、感謝祭は、はい、僕はあれは本当にソーシャルメディアの、日本のソーシャルメディアシーンの金字塔だと思っています。ありがとうございます。はい、本当にやったことないことをやりたかったんで、はい、あれは本当海外にも誇れるぐらいの事例が本当に出たなと思いますね。やっぱ大手だとどうしてもあの海外の事例のある程度真似かなみたいなものとかが大半なので、今回みたいなある意味手作りのいかにもソーシャルメディアらしいイベントっていうのは、あの日本のソーシャルメディアシーンではまだまだあの、まあ、例えば、大名ナウとかですね、福岡の方でやられてる地域活性とかがあったりするんですけど、それ以外は、まあ、まだまだあの事例として出てないと思うんですけど、とにかく参加した一人としてはめちゃめちゃ感動しました。ありがとうございます。はい、先にお風呂入っていただいて、一人で気持ちよさそうな顔していただいてそうですね、大体まあ、 あの自分勝手な行動が小さい頃から多いので仕方ないですね。まあひとまずあの佐野さん、はい、この前感謝祭をやられてみて、もうこれで、はい、1日2日まあ2日3日経ちましたが、今、はい、今、はいはい、どうですか、お気持ちとしては。あの昨日は昨日でまた、iPad のセミナーを中まで開いてちょっとごたごたしてるところでそろそろあの今回の結果をこう集計して、うん、皆さんにこのデータをこうどういう反応があったかっていうのをこうオープンにしていきたいなと、うん、だからこういうやり方が、いろいろ影響が出てくるっていうのをやはり数字とかで出させていただいて、うん、まあこういうちっちゃいところでもお金をかけないでもできるんだよっていう事例を皆さんにこうオープンにしていきたいなと思ってますね。素晴らしいです。実際、まあ、やられてみ、まあこれからデータは出てくると思うんですけど、データには出てこない、まずはその佐野さんご自身のやってみてどうだったかっていう、そのまずお気持ちの部分だけはちょっとお聞かせいただきたいなと思います。今回、まあ、募集するにあたって Twitter、Facebook の人たちを集めて、その方たちはやはり思った以上にこの反応が多く、でその反応することによってまた拡散して皆さんにまたそれが回っていくと、うん、その辺の想像以上の広がりはちょっとびっくりしてますね。うんうんうん、なるほどですね。やっぱり僕もあの一参加者としてちょっと感想を お話しさせていただくと、やっぱり今まで、何度も佐野さんにはお会いしてますので、 BL さんの名前は知ってますし、バーチャル宿泊みたいな形のことは僕もなんかこう体験してるっていうところはあるんですけど、やっぱり実際泊まってみるのと、ただやっぱり名前だけを知ってるのとではものすごい違いがありました。はい、あ、まあそれを体験していただきたいなと思って、まあ皆さんに無料で泊まっていただくことによってこんなとこだったよと、それをまあ口で伝えていただけるとありがたいなと。で、その人なりが見えてくると、そのバックグラウンドが見えると、まあ今の私の状況とかが分かると、またそれが人に伝えてもらえるものなのかなと。電話がかかる。大丈夫ですか？はい、いいですよ。大丈夫です。はい。はい、いいです、大丈夫ですか？はい。はい、そうですね。とにかくまあソーシャルって、まあ例えばいろんな人に伝わっていくとか、その知名度が
高まっていくっていう意味では、今まで BL さんは本当にソーシャルメディアを使って知名度は本当にどんどん上がっていってると思うんですけど、もう並みのビジネスホテルではできない知名度が取れてると思うんですけど、改めてやっぱり泊まってみるとですね、で飯がまずうまかったんですよ。はい。飯がうまかったです。それとあと受付の方がですね、なんか今までビジネスホテルって大体こう何て言うんですかね、素っ気ないっていうか、なんか黙って鍵を「はい」ってか渡されるだけみたいな、ホスピタリティのかけらもないようなところに大体泊まってきたので、そういう意味では。その方は本当にいい方で、本当に一生懸命やっていただいているので、楽天とかじゃらんとかの予約での、口コミサイトの部分でもすごく評価がいただいてますね。やっぱりですね。いや、なんていうんですか、特別なことされてなくてもですね、なんか人を癒せるパワーを持ってる受付の方でしたね。方、本当そうですね。あの方は、失礼ですけど、ご家族の方とかではないんですか？いえ、全然違います。あ、そうですか。はあ。いや、素晴らしい人を採用されてるなと思います。加藤さんが褒めてたと伝えておきますね。ええ、いや、本当に、二言三言お言葉交わしただけなんですけど、すっごいやっぱり印象良かったです。ありがとうございます。まず、なんて言うんですかね、本当に、あの雰囲気を出せる人って、そうはいないと思いますね。結構ファンが多くで、あ、やっ部屋ぱにり。帰らないで、フロントで入り浸りの方も多いですああ、ね。やっぱり。それはそうだと思いますね。なんか、例えば、実名出していただくのはまずいかもしれないので、例えば、なんか、ニックネームみたいなのはないんですか？我々の中では、ちいちゃんと呼んでますあ、ね。ちーちゃんですね。ちーちゃんです。ちいちゃんです。ちーちゃん、素晴らしいです。これはもう、大げさには言ってません。本当に僕も、いろんな人に接してても、ちーちゃんほどのなんていうんですかね、特別すごいことをされてるわけじゃないのに、なんか、なんていうの、癒されてしまうっていう人ってなかなかいないと思いますね。そうですね。いや、本当に、ファンが多いんで、私がフロント立っちゃうと、ちいちゃんはいないのかっていうふうに、クレームがかかるぐらいなんで。なるほどですね。まずそこが第一点ですね。本当にこれはやっぱり泊まってみないとわからないというか、いくらこれはそのちーちゃんがいいっていうふうに言われても、そのサイトとかで書かれてもやっぱり伝わってこないので、やっぱりお話ししてみるかどうかっていうのが大きいかなと思いますね。あとはやっぱご飯がうまかったのと、やっぱりお風呂がとにかく、ビジそネうですス、ね、お風呂も、ああいうふうにサウナと大きいお風呂っていうのは、やっぱり皆さん喜んでもらえますね。そうですよね。サウナってなかなかそのビジネスホテルでは、まあ、なんていうんですか、本当にこじんまりとしたサウナとかって見たことありますけど、普通のああいうサウナってなかなかなかったんですけど。最近は増えてますけど、ね、昔、20何年前からやってるところってのはうちぐらいしかないと思いますね。なるほどですね。だからやっぱりなんて言うんですか、泊まってみるのと泊まってみないのとで、そのすごい差があったというか、いい意味ですごく、こう、やっぱりいいって、すごい、上昇曲線だったので。だざいます。自から、分のホテルに泊まったりすると、やっぱお風呂、ユニットバスっていうのは、狭いところで、すごくゆったりしないと、で、食べ物っていうのも、やっぱり、おいしいものを食べたい、それの辺の食とお風呂っていうのは気をつけてやってますね。なるほどですね。いやー、なんていうんですか、
例えばソーシャルメディアでいくら知名度が上がっても実際止まってみるとやっぱりあんま良くなかったっていうと逆にマイナス効果にもなりかねないと思うんですよ。でも本当に良かったです。はい。ごめんなさい。僕結構あのイベントに感謝祭に関してはもうものすごく感動したので、ちょっとともすると僕ばっかり喋っちゃうんで、ちょっと気をつけないとなと思うんですけど。はい。北西線からの、実況も最高でしたね。あれはあれなんですよ。もっと中身映したかったんですけど、乗客の方いっぱいいらっしゃったので、まあやっぱりさすがにいきなりなんか映されてるんじゃないかっていうふうだとみんな警戒しちゃいますしね。もう少し。されあ、乗客の方がいっぱいいらっしゃったんですよ。車内をもっと映したかったんですね。でも、まあ、できるだけ人が映らないように、そうですこうやって、こうやって、こう やってたんですよ。はい。なんで、あれもまた、絶対 BL さんに行くなら、僕はもう車で行かずに、北西線で行くべきだと思います。はい。いや、なんかこれは、本当になんかこう、BL さん行きの、なんかこうツアーみたいな感じでもう一つパッケージができるんじゃないかなと思ったぐらいですね。はい。北西線ツアーですか。はい。なんていうんですか。僕、決して別に普段から鉄道オタクじゃないんですね。実は。てっきり好きなのかと思いましいえいえ、もう北西線を見て、あ、これはいいって思っただけで、普段から別に鉄道バシバシ撮ってるとかないんですけど。でもあれは普通の人を電車本数が少ないっていうのは、それを旅を楽しむっていう部分でいいかもしれそうないでですけどすね。よ、そうですよ、楽しめます。やっぱりすごいバタバタ忙しい1週間だったんですね、先週。でもすごいなんか電車と BL さんで癒されました。今回企画を作っていくにあたって、ノブヨコシさんの存在も大きかったんじゃないかなと思うんですけど、どういう経そう緯ですね。で、どのようにこの企画が立ち上がったかをちょっとご説明していただいてもいいですか？やはり私はいつもこう切り番っていうか、何千とかいう部分で何かやってるんですね、今までも。で、この10番っていう数字もやっぱり切り番っていうところで、何か大きなことやりたいと。で、1ヶ月ぐらい前にもこの費用を設定し、で、そこで何かやるよっていう話だけは先に流したんですよね。そしたらいろんな人から無料かっていう話が声が先に出てしまいまして、それでお金取ってはできないだろうと。それで、もう先にお客さんの声ありきで進んでしまいましたね。ああ、なるほどですね。なるほど、なるほど。ちなみに、で、それをやる上で、はい。一番この日程調整が難しいんで、ここのホテルは長期宿泊の方が多くて、で、それをいろいろ見ていくと、今までの経歴、あのけ、あの経験でいくと、はあ。ゴールデンウィーク明けの翌週っていうのは、大体遊びに行く方少ないんですよね。ゴールデンウィークに予定組んでしまってるんで、で、そこでどうしようかと。そしたら、この日が一番いいと。それで、こういう14日という日を選んで、イベントをやりましたね。なるほどですね。とにかくやっぱりお部屋を調整するのが大変だったんですよね。そうですね。本当に連泊のお客さんがいない日を大体予測しながら狙ったんで、このイベントをやってお客さんに迷惑かかって苦情が出たら本当に、今のお客さんが、なんだここはうるさいホテルだなってなってしまうんで、その辺を迷惑かからないようにちょっと、その辺を気遣ってやりましたね。
なるほどですね。で、今回、その、とても素晴らしい感謝祭の内容だったと思うんですが、あの内容が出来上がるまでに、どのような、こう、試行錯誤というか、ああかな、こうかなとか考えた、このプロセスっていうのはどんな感じだったんでしょうか？まあ、実際、私と、信横さん、やっぱり信横さんのアドバイスがあっての話で、ソーシャルなやり方をどうするかというところで、本当になんか気を使って、仕組み作りを考えて、で、基本がやっぱネットだけど、アナログでのつながりを重要視しようと。で、もう実際もうこの案が固まったのは、本当数日で固まって、できたんですけど、なるほど。なるほど。で、もう最終的にはもう前日でドタバタと、で、当日はあ。のもう本当にヘビーな、段取りで 当日で組み立てるっていうのが、ちょっと予想以上に大変だったんですが、ちょっとびっくりしましたね。なるほどですね。例えば新聞のアイディアっていうのも直前だったんですか？そうですね。あれは、実際、固まったのは、前日ですね。前日に、よし、やろうと。まあ、裏の話を言うと、信横さんが、俺も夜中寝ずに手伝うからねって、その温かい言葉をいただいたんですけど、あらもうあの人、ラーメン食べに行ってるよと。よく一人でやっちゃいました。今放送されてしまいました。ノ ブさん、聞こえてますか？何か弁明があれば、テキストで打っていただければ、私代弁しますので よろしくお願いします。 ああ、なるほど、そうだったんだ。ははは。あと、とにかく素晴らしかったのは、やっぱツアーですね。BL ツアー。あれは、ノブヨコシさんから真実ですって来ましたね。じゃあ、真実なんだ。弁明はないんですね。なるほど、なるほど。じゃあ、ひとまず BL さんの BL さんツアーっていうのは、どんな風に考えられてやったのかっていうのと、あと、やられてみてどうだったのかっていうのをちょっとお聞きしたいですね。やっぱり皆さんが、いらっしゃる時間はまあ一定してないと思ったんで、その辺を調整する意味も込めて、で、実際泊まってもらう以前にいろんな部分を見てもらうと、実際私が直接説明させてもらうと分かるかなと。で、やはりその辺を進めて、私の中では最終的に放送、表彰をしたかったんで、それを表彰するための、ネタ振りといいますか、そこを皆さんがどう感じてくれるかなっていうのを、あえてやったんですけど、で、そのように、ツアーに参加していただいた方は、やっぱりそのように反応していただけたなと思います。実際、その、BL さんツアーをやってる中で、皆さんの反響が多かったのとか、例えば、ネットに投稿してくれた、くれない以前のところで、皆さんが、わーとか、わー、おーとかって言ったポイントってどういったところですか？やっぱり、ソーシャル看板ですね。インパクトは、やはり皆さんすごく反応していただいて、トラさんが看板を写真で送っていただいたら、すごい皆さんの、クリックがあったりとか、あと、料理に対しては、すごい皆さんに、ああ、美味しそうと。そういうのを、やっぱり、で、また水原さんが食べていただいた感想を書いていただいたから、そこで皆さんの食べてみたいという言葉がぐるぐる回って、その辺が本当に、皆さんの本当に、正直な答えを言っていただいてありがたかったなと思います。そうですね。とにかく料理の美味しさはすごいなと思ったんですけど、あれだけのものをやっぱり出すのって毎日大変じゃないですか。
それが売りなんでね、これをやっぱ手抜いたらお客さんがいなくなってしまいますので、うちのホテルっていうのはやっぱり結構肉体労働されてる方が多いんで、やっぱり料理っていうのが、美味しく量のある、まあ、ご飯とか味噌汁を食べて放題にしたり、おかずもやっぱりボリュームあるものにして、で、まあ、つまみになるようなものを食べていただけて、まあ、翌日の仕事につなげていただけるような、食事を意識してやってますね。翌日、まあ、で、基本的には毎日毎日が日替わりメニュー、毎日夕食、写真出してる形のように、またこの料理かっていうんじゃなくて、今日は何かなっていう、その期待感をこう煽るように、食事のメニューは気にしてますね。なるほどですね。いや、料理美味しかったです。あと、こう多分男性にとってみると、なんだ、ボリュームとか、すごくやっぱり良かったですね。そうですね、まあ、いろんなところのホテルとかでは、まあ、価格の面でうちの方があえて食事をこう予約制にしてるんですよね。で、食事っていうのはやっぱりロスの分が含まれると、その分余分に仕入れとかなきゃいけないんですけど、数をある程度見越して仕入れてくるんで、ロス少なく準備できると。で、だからその無駄を省く部分で必ず食事を予約を聞いて数こんだけ用意するっていうのがあれば、やはりお客さんにその分無駄なく量をお客さんに出せるということで、だからこのような形。いや、なので料理の話もそうですし、ちーちゃんの話もそうですし、お風呂もそうですし、なんかやっぱり泊まってみると初めて分かる BL さんの魅力っていうのが、感謝祭は満載でした。ありがとうございます。その反応が聞きたくて、皆さんどう言ってくれるのかなと思って、それが一番心配で、はい。まあ、実際建物とか本当古いんで、まあおトイレとか全然ウォシュレットでもなってませんけど、そういうようなちょっと機械的なものが古いとか設備が古いっていう部分がありますけど、人間的なもので、まあ、それがカバーできるものだったらカバーできたりとか、まあ、ネットとかそういうちょっとできるものだったら自分でやったりとか、一つうちのもう一つ皆さんにやってもらってない売りがちょっと説明するの忘れてたやつがあって、全部屋からプリントアウトができるんですよ、印刷が。だから皆さん、お客さん、結構出張者っていうのは、印刷のプリンター大きなものを持って、こう、資料を提出しなきゃいけないからって、プリンター持ってきたりするんですけど、うちの方のホテルの中では、カラープリンター、A3 のレーザープリンターが客室から印刷ができるんですよ。これ結構、売りかなと思ってるんですけど、それ説明ツアーで言うの忘れてたんですよ。それは抜かりましたね、佐野社長。それはなんかやっぱりイベントの中で、いやー、それは大きいですよ、正直なところ。ということで、基本的にだから、はい、ということで、人に使えることをいろいろと思ってやってますね。なるほどですね。いや、だからこれはもうなんか早々にもう2回目3回目の感謝祭やっぱり開いていただくしかないかなと思うんですけど。加藤さんのファンページを抜いてたらやろうかな。なるほど。いや、それはすぐだと思います。僕は結構マイナーなことしかお話ししてませんので。いや、やっぱりですね、ソーシャルメディアってリアルの現場のやっぱり良さっていうのが全てだと実は思うんですよ。なので、ソーシャルやってるからなんかビジネスが伸びるってわけじゃなくて、やっぱり BL さんの場合はご飯も美味しくて、ちーちゃんもいて、お風呂が良くて、そしてカラープリンティングができると。そこがあってですね。で、もう本当に何ですか、まあ、建物が古いとかなんとかって全てにおいて満足、まあ、価格面とかもろもろ含めて全てにおいて、
満足を提供するっていうのは、今時そういう戦略をとっても生き残れないと思うので、ソフト面に注力してやられてる BL さんはすごく、これからものすごく伸びていっていただきたいなというふうに、もう一ファンとして願ってやみません。ぜひ家族で来てください。ぜひ、家族で行きたいビジネスホテルは初めてだと、うちの妻も申しておりました。和室も大きいのがありますので、ぜひ。ですね。今回ですね、本当に実はもっとお聞きしたいこととかいっぱいあって、僕もちょっと放送トラブルでバタバタしてる中、気ばっかり、気ばっかりというか、僕の感動ばっかりが焦ってて、今後半になってようやく頭が落ち着いてですね、佐野社長からどんどんお話をお聞き出ししないとって、ようやくその頭になったぐらいなんですけど、ぜひですね、ちょっと今回トラブルがちょっといろいろありましたので、もう一回だけちょっと機会をいただければとても嬉しいなと思っておりどうます。ぞ。今度はですね、私もちょっと今回お話をお聞きして、どんなお話をさせていただくといいのかっていうのが頭でまとまりましたので、ぜひ今度はもう私としても、BL さんにとっても本当にちょっと永久保存版というか、いい形でお伝えできるようなものの番組化ちょっとしていきたいなと思っておりますので、ぜひもう一度だけちょっとお機会をいただければ幸いでよろす。しくお願いします。よろしくお願いします。今日は朝からお忙しい中、しまった。今日は朝からお忙しい中、本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは皆さん、見てくださって本当にありがとうございます。ドタバタで本当に申し訳ないです。またちょっとこの機会作りたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございまありがとうございます。